村上総合病院は、新潟県村上市にある医療機関、新潟県厚生農業共同組合連合会が運営している病院である。柴田市北を範囲とする二次医療圏、下越において、新潟県立柴田病院に次いで2番目の病床数を持つ。村上駅前に立地する当病院であるが、老朽化、共愛化や耐震の懸念を理由に2008年頃から、 移転新築の検討が始まり、道路を挟んで、向かい側の第2駐車場、三居山、山辺里、と駅西の4カ所を候補に進められ、駅西に決定した。2020年12月の会員を目指して建設が進められている。従来立地していた場所は、近隣に公共施設や商店街が集積する市街地である上、村上駅や路線バスの運行拠点に近く、 市内外の各方面と公共交通で結ばれていた。しかし移転先の駅西は2007年度から2009年度にかけての土地区画整理事業によって原新を核とする村上駅西ショッピングセンターが開設されるなど一部開発は行われたものの東側の市街地や公共交通のネットワークからは隔絶された地域であり村上駅を横断する手段もないためアクセスには 大きく迂回が必要な状況となっている。こうしたことから移転に際し、病院跡地の利用や駅の東西間移動の整備などを含む駅周辺の街づくりを計画する村上駅周辺街づくりプランが策定された。ありがとうございます。